枠入り17番マテンロワレスが収まって17投スタートしました。 ースタート17番マテンロアレス2番のジュリア・バローズ1番ラスマドレスはあまりスタートよくなく後ろからです先行争いは6番のヒズル城が内からそれを制して4番 K.I. イイセナ行きました外から17番マテンロアレス2頭が並んで17番マテンロアレスの方が前3番で6番ヒズル城その内から5番のラリエル縦長になりました13番のルースが続きますあとは10番ヘッツアーテールズ外を通って11番のモンテディオそれからインコース3番ニホンピロキーフその外に差がなく8番ディオス・バリエンテが進んで中断です 外回りコースに入っていきます、それからぴったり12番コスモサガルマータがその外についています、2馬身離れて9番、トゥルービル、そのインコースを通って7番、ダノン・ドリーマー、16番、アイスグリーン、1馬身差での追走、15番のタガノ・ディアーナが後方で、あとは4馬身、5馬身、空きました、14番のコレビティトールが後方から3投目、外1番、ラスマドレス、先頭までは20馬身ぐらいあります、最後方から2番のジュリア・バローズ、かなり縦長、外回りコースの3コーナーから4コーナー、800切りました、1000m は57秒0での通過です。 17番、マテンロアレスが先頭マテンロアレス先頭ですが今度は外に変わった4番、ケイアイ・セナそれから6番、ヒズル城3番手600切りましたこれから坂を下っていくあとはモンテリオが差を詰めて外を通って13番、ルース促しながら4コーナーから直線内を通って5番のラビリエル最内からは10番、ヘッツワ・テイルズの追い込みあとは大外に出して12番のコスモ・サガルマータ1番外から白い帽子1番のラスマドレス大外その一歩手前に16番ナイスグリーン横に広がって激戦になりそうだ。 1> 1番のディオス・マリエンテが2枠を切って差が上がる最内から10番のエツアテイルズ外から追い込んできたのは1枠の2頭ジュリア・バローズラス・マドレス横に広がった14番のコレピチトールも内からコレピチトールと2番のジュリア・バローズが外並んでゴールインあとは16番のアイスグリーン。